はい、実家のモルモット部屋にやってきました。爪切り当番の私が来るとモルちゃんたちが結構キーナーコキーナーちゃん、ほら隠れるところがなくなったみたいで固まるしか、ミールティは逃げたモーカくん、はい、4匹のモルちゃんのうち私の一番お気に入りのきなこくんです。きーなちゃんきーなちゃん爪切りしましょう。きーなちゃん、うわかわいい。体重何キロあるのきなちゃん、はい、きなこからね爪切りしていきたいと思います。きなちゃんでっかいね。大きい、1200ぐらいあるんじゃないの？うん。きなこの体重測定。きなちゃん1200ある、1300ぐらいあるんじゃない？お餅とかプーちゃんが1200ぐらいあった気がするから、きなこ1300ありそうじゃない？きなちゃん体重測定しよっか。きなちゃん大きいね。はい。きなちゃん体重測定します。暴れないよ。1個1個して、うわすごい、1410g、 こんな大きいモルモット初めて見た。めっちゃ大きいじゃん。ひなちゃん太りすぎだよよしだカチン、はい、ひなちゃんちょうーちょめきりちょめきりしましょ、ちょめきり、うんうんうん、ケント大丈夫、大丈夫や、大丈夫大丈夫大丈夫、ほら大丈夫、ほら大丈夫、ほら、あ終わった終わった、あ白石終わった、次前、キナちゃん、キナ大きすぎるよ、キナちゃん400だって、いや、そんなのけじゃらないで、そんなのけじゃ、どこ行っちゃうの、どこ行っちゃうの、ひなこ、どこ行っちゃうの、そんなつまずき嫌がるモルモットいるの、そんな嫌なの、ちょっと見えない、何もしてないね、きなこくんね、ちょっとたまたま見てみようか、薬剤取れた、うん、臭いね、きなちゃん、うわ臭い臭い、めちゃくちゃ臭い、そう、なんかさ、今日なんかこれも
誰だっけ、ミッシェルにもついてたんだけど、棒状のさ、こんなのもついてた。あ、めっちゃ臭い。大丈夫？大丈夫っていうね。くっせー、マジくっせはい、クリアサークルなんでね、一応サークル越しに撮ってもモルちゃんがよく映るということで、これは本当買ってよかったなと思います、ね、もっとね買えばどん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 大きくなるし、これでねモル広場をちゃんと、2階のペット専用ルームにはモル広場をちゃんと作ってあげられるといいなと思っております。はい、きなこちゃん泊まりに来たんでね、きなこちゃんのお家もきなこくんか、はい、設置してあげなきゃなと思っております。きなこ泣いてる。ミッシェルはめちゃめちゃ泣いてるね。俺もロイヤルに会いたいどうしたロイちゃん、なんでやめたんだ今、かわいい。きなこちゃん、はい、じゃあここにあの万能なおもちくんを入れてみましょうか。おもちくん、おもちくんはねロイちゃん嫌いなんで、この中入れると、今ねおしっこしましたねロイちゃん。仲良くしてますね仲良ししてるね。はい、まあねロイヤルちゃんに関してはもうちょっと期待は何回もね期待しては無理だったので、まあ、ロイちゃんはねたまにこうやって違う男を見てみるのもいいわねここです。はい、タイトルの通りきなちゃんきなちゃん首下、きなこくんね、そろそろ、母の家に返そうかなと思っております。実は3匹で同居をですね昨日からやめております。なんかねプーちゃんときなこくんが仲が悪くなってしまいました。すごい喧嘩には発展しないんですけど、プーちゃんがねすごい
きなこくんを比較するんですよね。まあ、相変わらずこの白いおもちくんはですね、あら、あららら、あ、なんてこっちゃ。ちょっとそろそろまずいかもしれないんで、はい、これがね、相性の悪いモルちゃんたちの、ちょっとそろそろやばいな、本当に。カチ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 2人でやってね、こんなに口を開けたプーちゃんを見るのは初めてですね。喧嘩しないでください。はい、きなこくんもね、すごく穏やかな、誰とも喧嘩しない、何されても穏やかな温厚な子だと言って、ね、連れてきたんですけどね。やっぱりプーちゃんはおもちゃん以外のおもちくんのね以外の男の子モルちゃんとは仲良くできないのかもしれませんね。はい、ということでね、きなこくん今日でね、あ、ダメだよきなちゃん。はい、きなこくんもう帰ってしまうと思うんで、はい、きなこバイバイという動画を撮ろうかな、あくびしてると思いました。短くなりますかね。プーちゃん嫌いなの、あ、やだね、やだやだ、はい、やだね、あ、やだやだやだね、よしよし、きなちゃん私の手噛まないでよ、きなこ、はい、それではちょっと私プーちゃんをあやそうと思います